どうも、ホリーです。まあ、普段はですね、こんなように、ボイチャー入れて遊んでますけど、今回はですね、ボイチャーを入れない、素のおじさんの声でやっていこうかなと思って、今、新しい側を作りました。まあ、男の子風ですね。ということで、ボイチャーを切ってやっていこうかと思います。はい、ボイチャーを切った感じがこんな感じなんです。なっております。ということでね、今回からラストやっていこうかなと思いますけど、やっていくサーバーは、まあ、公式は今回はちょっとね、飛ばしといて、コミュニティとかモッドのとこにあるこちらのグージャパンサーバーさんの方で、ね、ちょっと遊んでいこうかなと思って遊んでいきます。ほんとね、ゲームパッドで、ね、遊びたかったんですけど、ゲームパッドをなかなかつなげるのはちょっときついので、今回は諦めてキーボードマウスでやっていきます。まあ、とりあえずは簡単な拠点、そこを作れるぐらいにしようかなと思ってますね。まあ、もちろんね、ボイチャもね、そのうちまた多分やっていきますので、ボイチャなしとありとね、普通に動画を作っていきたいと思いますので、最初は原始人をね、卒業したいので、はい、まあ、キーボードマウスもね、他のゲームでキーボードマウス遊んでたりしてるんで、まあそこそこはまあ操作はできるんですけど、そんなね、ゲームパッドとかと比べたらね、うまい方ではありません。読み込みちょっと時間かかるんで、一旦、録画を飛ばしますね。はい、だいぶね、読み込みが進んできたんで、まさか初期プレイでこんなにね、時間かかると思いませんでした。配信時はどっちでやっていこうかな。まあ、これあくまでね、録画です。まあ、なんで、まあ、せいぜい20分ぐらいの、が30分ぐらいかな。編集してね。で、やっていこうかと思います。まあ、ちょくちょく録画切ったりつけたりしますんで、あまりね、長くやりすぎるとね、その分時間が増えちゃうんで。調べるか。いまいちね、操作方法分かってないんで、今ちょっとね、ブラウザ開いて操作方法一覧のやつ見ながらやってます。地図は G 長押しか。読み込みすごい結果がありますね、やっぱり。これだけで無駄な時間過ぎそう。
みんなにはね、見えてないけどね、あの、マウスの画面が今、くる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 と回ってるんで、ちょっと、あ、大丈夫か、映ったか。ローディングからね、全然進まないですね。初期のね、ダウンロードだから、ちょっと長くなっちゃいますね、どうしても。今回でね、まあ、ボイチャ切ってやってみますけど、まあ、次回以降ね、それで良さそうだったら、次回以降もやってみようかなと思ってます。多分、当分、またボイチャ入れて遊ぶと思いますので、まあ、今回のみのお試しですね。全然長くてダメだ。一旦止めます。はい、やっとなんか繋がりましたね。え？いや、初っ端から死にましたね。ここは人んちの、わあ、これ。これどこ行けばいいんだ？とりあえずちょっとチーナが押し、さっき死んだ場所じゃないか。わからんな。とりあえず。どうやって取るんだ？あとなんかなぜかあの武器持ってるんですけど。嘘でしょ？いきなり朝ドライフ持ってるんですけど。これ多分あれかな。鉄の斧のぶん投げちゃった。取るのどうなんだ。取るのはどれだ。取るのがわからない。取るボタンが分かんないです。どれだ？取るボタン。鉄の斧が拾えません。
取得操作とか調べてみるか。違うね。どれだ。アイテムを拾う。インタラクト E。 あ、拾えた。いやー、めんどせえねこれ。 E じゃちょっとやりにくいな。 F にするか。ちょっとタルコフ風に操作を F にしよう。 F ってなんか配置されてたっけ。 F、 ライトのオンオフ。インタラクト E、 ちょっとね、押しにくい。多分ね、T がね、設定されてないから、T にしよっかな。ライトのオンオフは T にします。基本的にこのサーバーね、他のプレイヤーに攻撃はできないんで、まあ安心っちゃ安心ですけど、ある意味。これね、この辺ね、人の拠点が多すぎるから、もうちょっとね、違うところに行きたいんですよね。で、そこに行ってとりあえずは家作ってって感じかな。フレンドリー BVE だからね、基本的にできません。もう一本は確かね、あ、クマいる。あ、他のプレイヤーがいた。横取りはしませんよ。ね、初期からね、武器ついてるのはね、多分サーバーのプレゼントでしょう。こういうね、あとね、道にね、拠点作るのは基本的にどのゲームでも違反行為に近い。道を塞ぐっていうのはね、あんまり良くないから。ご丁寧にね、上に表記出てますからね、ちゃんと。このサーバーはプレイヤーを攻撃できません。川沿いにするか。あの辺、川沿いとか海沿いか。海沿いにして拠点がなければその辺に作る。この辺いいんじゃないか。F の11。この辺拠点ない、ほとんど。しかも硫黄とか結構あるから。割と、
だからもうちょっと水目がいいんだよな。でないとね、生活していくのに水がないとね、ちょっときついからね。やっぱ拠点が多いね、水辺だと。これ多分風車もあれかな、多分電気系じゃないですか、もしかしたら。アークとかと同じで結構電気系とかも多いし、なんか空港あるんですけど、あくまでも、ね、PVE サーバーなんでね、攻撃不可能なんで、プレイヤーいてもガン無視できますんで、なんなら協力プレイっていうのもできるかもしれないですね、そのうち。あ、ここいい。建ててる人もいないし、ここに建てよう。木材が20個ないと作れないですね。じゃあまず木材を作らなきゃ。インベントリーじゃなくて、インベントリーでね、鉄の斧。ああ。そしてね、なぜかね、強制的に村人。これ男じゃね？これ、あれかな、男性とか女性とかって選べるのかな？とりあえず木材結構入ったんだな、これで。作れるんで、7枚もいらねえわ。7枚も使わないんです。かぼちゃを一回入れて、そうだね、
壁。おお、ラグい。このゲームはラグるんだ。天井はないんだ。とりあえずこれに。計300か、じゃあちょっと無理だな。とりあえずは火をぶった切りを。俺も基本的にあのね、こういうね、あの特典アイテムね、なるべく早めに捨てたい。使うのもったいないじゃん。1400、これぐらいあれば作れるんで。タブで置いてしまって、こいつ出して、あれ、
今思った。靴履いてないかね。あ、こいつ、もっと靴ねえのか。ツール。まずこの辺をまず作ろう。ほんとね、あの、さっきから持ってるやつは、まずね、使いたくない、あんまり。キーロック。ドア閉める。ユーズ。しよう。アンロック。そもそもダメだ。鍵はだつけた。これちょっと拠点強化しないとダメだね。拠点を強化しないといけないんで。TC。ワークベンチじゃなくて、一般的。これはあれか、木箱は収納スペースだ。TC 置かないとな。ちょっと失礼。TC ってあれだよね。あの、拠点維持するやつだったっけ、確か。確かないとね、あの、違ったっけ？あ、工具箱、合ってるわ。工具箱ないとね、あの、まず、お、飛行機と。いや、全然取れない。TC をとりあえず作っちゃおう。材料ね。アイテム。自販機じゃない。なんか作れるの増えてませんか？石取ってないね。やっぱ光る石やつだよね、多分。光る石が多分石ゲットできるやつなんでしょう。それを見つけないとまず。その前にちょっと木ぶった切ってきます。これ木切れないぞ。
24時間で100個ぐらいだったか。ちょっと多めに切っていこう。これね、赤いねポイントをね攻撃しないとね木とかはね取れないですよね。とりあえず木はゲット可能なんで木を突っ込んでいく。PC 登録してるから、これかな多分取れたしら。違うかな。若干似てるけど違いましたね。あれは多分取れる。これ金属じゃね？あー、これ金属だわ。情報石取れたぞ。5日間ログインしない場合はね、家が壊れます。まあ、アークと似たようなもんですね。アークもなれ、ログイン必要になってくるんで。拠点などは配置されます。まあ、当たり前のことですね。てか、石をゲットしに行かないと。石ゲットして、とりあえずは石ゲットするかな。石発見。これポイントどこだ。あった。しゃがむボタンがわからないです。コントロールか。とりあえず我が拠点に石を突っ込みましょう。石だいぶ取れた。これで多分木材100か。ハンマーちゃんを作るか。多分ね、このね、石取ってくるか。
日にアップデートしてもね、あんまり意味ないんだよね。耐久力低いから。石をなるべくゲットして、石に、で、囲っていくって感じかな。石がね、あんまり見つからないです。落とす。何箇所か引っかかるとこあるね、やっぱり。あ、動物いる。あ、今はどうでもいいや。とりあえず。鹿くんですね。ハンティングゲームではお世話になりました。あれ石じゃない？違う？鉱石硫黄。一応ゲットするか。あ、違う、これ。そのままもらえる。ラッキー。石50。まあ、とりあえず、まず、その辺の廃材とかで作っちゃうか。石もね、今50個だけ取れたから。50個だけ取れてもね、しょうがないんだよね。ということで、ちょっとね、一旦、録画を一旦止めて。はい、ということでね、とりあえずね、拠点内を一応石まで強化しました。でね、焚き火作ってね、ちょっと照明代わりにします。でまとも見えないんですよね。燃やせれるのかな。割れちゃった。焚き火ちゃん作るか。焚き火ちゃんじゃない、ツール、松明。やべえ低質燃料が必要じゃん。低質燃料何だったっけ。動物の脂肪とかあるか。ああ。ガチで何も見えなくなったんで、ちょっと。これね、冒険行きたくてもね、ちょっとね、あまりにもね、暗すぎて見えませんので。できるかな。かぼちゃの種、トウモロコシの種。これ植えれるんだったら植えたい。食料を植えておこう。食ったら、あ、だいぶ明るくなってきましたね。ちょっとね、このドアじゃね、心もとないんだけど。動物のね、皮ってないな、脂肪が欲しいんですよ。それか、赤いドラム缶。
からゲットできるらしいんで。動物ね、この辺いたんだよな、さっき。鹿か。鹿を倒せなければいけないですね。布欲しいんですよ。あの、寝袋とりあえず。G で。今、自分がいるのか。できれば馬とか欲しいですね。移動手段。特典で釣りしたね、このマシンガンを。アサルトライフルか。MP5 だからサブマシンガン。多分使い切っちゃいそうなんで。金属片取れないんだ。あ、取れる取れる。これからの拠点ですね。誰かの拠点はさすがにまずいから。複数の自販機入るのか。入れんよ。入れんじゃん。販売中。スクラップにするやつないかな。リサイクラー。まあちょっと今足音しなかった。まあいいか。看板はねとりあえず金属になったんで、なんか農村あるよ。これ、明らかに人の技で作ったもんだね。うちの拠点この辺だから、この辺か。E は12ぐらいか、大体。さすがに強いわ。ちょっとずるい気はするんだけどね。いや、鉱石いらないな。クラフト、性質、燃料1個作って、ツール、衣服じゃない、寝袋。とりあえず寝袋作ったんで、性質燃料も使ったんでね、とりあえず一旦拠点に戻る。あと石欲しいな。これ取れると思うんだけどな。これ硫黄か。硫黄はまだいらないんだよな今。
利用はね、いらない。木もね、だいぶ手に入ってきたから今は大丈夫かな。こっちだね。こっち、さっきの、あ、豚さんだった。ラグイ。よし、行こう。特典でね、金属の斧とかもらえるのはいいんだけど、なんかね、あの、ちょっとぬるいかなと思うね。やっぱ初期装備で行くのは一番だと思うんだよね。まあ、もらったものはもらったもので、活用していきます。朝かな、これ。違う、あれか、なんかちょっと形の変わったやつです、確か。これは朝じゃないな。お、家ある。うちの拠点もね、この辺なんでね。寝袋ちゃんセットして、行き過ぎた。こっちじゃない。うん、牛ゲットできた。ラッキー。また豚いる、おる。食料になるからね、あいつも。肉どこ行った？下行ったか？うちのボロハウス、うちのボロハウスの近くに豚さんいたんだけど。逃げたか。とりあえず無駄遣いできないんで一旦戻ろう。オンボロハウスようこそ。作れそうなのもあるかな。提出燃料は作ったでしょ。メディックね。提出燃料と布と木材。木材かい。結局木材かい。
で、これも作って。大きな木箱は金属片が必要だから。あ、誰か。リサイクルがね、近くにないからね。クロスボウ、木材、金属片、ロープ。とりあえず閉まっといて、これもとこれも、やっぱね、あの便利なものをね使ったらダメなんだよね。結局は最初から作れる、自分で作んなきゃ意味ないんですよ、やっぱり。利用取れないな。ということでね、一応拠点できたんで、まあ今日はね、ここまでにしようかと思います。次回もね、ボイチャーありかなしかわかりませんけど、やっていきますので、よろしくお願いします。以上、堀ちゃんでした。